エネオスサンフラワーズは千葉県柏市をホームタウンとして W リーグに所属している女子バスケットボールチームである。母体企業はエネオス。チーム所在地は千葉県柏市。ホームゲームは柏市中央体育館のほか、船橋アリーナでも開催される。母体企業はエネオスホールディングス、運営はエネオス。愛称サンフラワーズは 全身の共同石油女子バスケットボール部時代からチームのシンボルとしているひまわりの花でもあるにちなんでおり、歴代のユニフォームにはひまわりの花がデザインされている。JX グループの全身企業の一つ、日本工業には競合としての伝統を持つ男子バスケット部が存在していたため、その子会社であった教席により女子バスケット部が設立された経緯がある。しかし、合併して、 ジャパンエナジーに変更された後、会社はあえて陰りの見えていた男子部を配布し、将来性の高い女子部一本に絞った。その期待に違わぬ、好成績が続いている。なお、歴代ヘッドコーチの内海智秀と佐藤清美、現コーチの助、久本里氏はいずれも日荒ね、J エナジーの元選手である。2010年に J エナジーが新日本石油と合併、社名が、 JX 飛行、日赤エネルギーに変更となるとともに、ジョモブランドが廃止になり、エネオスブランドに統合されたため、チーム名は7月1日付で、JX サンフラワーズに変更となった。2013年4月から、JX エネオスサンフラワーズに変更。2020年6月25日から、エネオスサンフラワーズに再変更した。獲得した全国タイトルは、 全国実業団女子チーム最多の K49 回で野球部ともども絶対王者と呼ばれている。女子バスケットボール部独自のマスコットキャラクターは持たず、会社のマスコットであるエネゴリ仕様の上で対応している。2010年2月28日、代々木外に体育館優勝年は大会終了時の年で表記している。中村和岡根平玉内海一州、佐藤清美富法バス。 佐藤清美梅崎秀樹、ありがとうございます。